コピオキングです。今日もですねトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、ボブズトロールケイブということで、これ日本語に訳すとね、ボブの洞窟の騙しコースみたいな感じだと思うんですよ。でこの方ね、別のトロールコースト以前にもやってるんですけど、マジでめちゃくちゃ面白かったんだよね。なんで今日はですね違うこのトロールコースやっていきたいと思います。結構初見殺しが多いんだよねこの方のコース。これ右だよ、ここで合ってる惜しい多分合ってる。カーキーじゃあここ何もしないでよかったんじゃない、多分そんな感じでしょじゃあどうやって行けばいいんだろう。一旦右に行くのは間違いないよね。そしてあ、この赤ブロックなくなるんだね。でこのまま右にいやでこういうの来るんだよこのボブっていう人は。じゃあここはあのバブルが通り過ぎた後すぐちくわブロックに乗って下に行く、そういう感じでしょ。これで合ってる。なんで危ないんだ。いやもう分かったよ、この騙しコース攻略しました。一旦このちくわブロックと一緒に降りるじゃん、そしてすぐ下に行く、でまた避けてこの子も避ける、そういう感じだね。あはん、ちょっと初見殺し多くないですかここ想像以上の初見殺しだね。でもう一回来るでしょ。どこまでこの子を避け続ければいいのかな。ゆえよし危ねえ、あの石親父嘘、ここは間違ったパターンかな。押してみるね、押してどうなるの。で上でもう一回こうでしょ。でどうぞ、なんでお前が来んのマジで意味わかんねえここ。えここ違うってことかな、トゲゾウ絶対来るのかな、それかパウパウ、えぇ、おし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 、なんかどっか行っちゃったよトゲゾウまたね、もう、あはん、ここがわかんないんだよね、もう行き道ここしかないんだよね。トゲゾウが来るでしょ。あ、右のブロックを壊せばいいみたいな感じかな。なんでパウブロックがここまで来たらここに隠れておく、あ、そういう感じでしょきっと。それじゃあ下に行きますか。さてここは右はいけないね、ここ走っていく、もうなんかねゆっくりっていい試しがないから、もう走っていくね、このままダッシュ、これで合ってるでしょじゃあここ左に行き過ぎようにしたら大丈夫っていう感じだろうね。次こそ行きます。あ、大丈夫、今一旦当たってしまったけど落ち身状態のまま行けるかな。うわ、ヒントって書いてる、こっちじゃねえのか。うわ、ドスンの上になんか隠されてるのかな。あら、ボム兵が出てきたよ、これ合ってるんじゃない。ヒントと見せかけて実はこっちが正解みたいだ。ヒュー、それじゃあここはきっちりドッスンの裏に行く、そういう感じでしょ。ドッスンの裏のあのボム兵はまだ出るでしょ、隠しブロック来ました、ボム兵。ちょっと待って、これしっかり石に乗っていこうまずいまずい、ちゃんと乗っていくよ、針で当たったらダメだからね。これ難易度として難しくない、ここにきっちり来るの。次はきっちり取っていくよ、ちゃんとこの石ブロックの上これマジで難しいんだよね。ちょっと待ってね、しっかりジャンプしてこう、よし、まずキノコを出さなきゃいけないよね。でキノコ出して、あ、この場所に寄っておいたらいいね。でここで石ブロック、石ブロックじゃない、ボム兵を投げますと、これでいいんじゃないのかな。よし、一つしかないけど来ました。これキノコ状態じゃなくてもいいよね、絶対当たってしまうもんね。よっしゃよっしゃ、もう中間あるんじゃないの。うわ、ドクロコースターか、どうなる、ボブズトロールケイブこっち違うの、え、なにここ、あ、合ってる合ってる。で、この黄色い土管に入ればいいっていう感じだね。さあ、中間くれるかな、まだ中間くれねえか。じゃあここでボブ兵を投げて、この上に寄っておこう、すぐ左行くよ、よし、早く左、多分これじゃないとまずい。で、ここもすぐ右、よっしゃ、来ました。え、合ってんのかな、ここはどういう感じだろう。ハートがあって右に行くしかないよね、右に行ってドッスンがこのブロック変えてくれる感じでしょ。そしてまたカメどうすればいいのここ、合ってたのかな。一旦このツタの場所行ったらなんか変わるみたいな、あれ何も変わんないね。鍵を手に入れてこなきゃいけないっていうことでしょ。どこで鍵手に入れれたんだろう。じゃあここで四角い枠があるじゃん、この中に鍵があるみたいな何もねえのか。あ、でも左なんか
ボブ兵が、あ、なるほど、一番左で鍵ができたっていうことで、鍵ができたっていうか鍵が手に入れれたっていうことで、そしてこの鍵ドアに入れればいい感じだね。さあ行きますか。うわ、なんか怪しい音楽しかしねえな、ここ。ここは下に行って右に行く感じかな、いや左に行く感じか。このちくわブロックの上に乗ってどうするんだろう。あれ、あ、分かった、一旦ここでキノコ手に入れるじゃん。キノコを手に入れてこのブロックを壊せっていう感じだね。でここで回転ジャンプしてファイヤーまで取って上に行く。あら、違うっぽいね。どうすればいいんだろう。あ、分かったよ、ここ、このカキ棒だったっけ、このクリフォンだったっけ、この子倒してマントを手に入れる。そして次はどうするんだろう。なにここ、初めてなんだけど、こういうの。一旦ここでオンをしてみようか。そしたらなんか変わる。あ、ここでパウが出てきて、このパウでブラパを倒してヨッシーを手に入れれるっていうことだね。もう一個パウが出てきたからさ、もう一個パウ叩いておこうか。でこの状態で上に行けるのか、新しい。ちょっとなんか謎解き要素も含まってる。なんで違うの。ここまでさせといてそれはないでしょ。あ、なんか変わってる。ほら、こっちに来たらね、右に開けるようになってたんだよね。さっきの耐久、死に耐久みたいなんで、ちょっとなんか変わったのかな。うわ、ここで中間ポイント上にあったのは見えたんだよな。あの中間ポイント取ります。やった。中間ポイントゲットできました。でもここまで来たのはいいんだけど、こっから絶対さっきと一緒だよね。どう違うんだろう。やっぱ一緒だよね。ここも下に降りてこの場所に寄っておく。そこまでは合ってんだよな。もしかしてさ、ここ一緒に下に行けっていう感じだったんかな。ちょっとやり直してみるね。ここでドッスにオンオフさせた後すぐ下に行く、これで合ってんじゃない。あー。多分ね、ここスピード勝負だと思うんだよね。だって一旦降りるじゃん、そしてすぐオンオフのところ行って左ダッシュダッシュ、オッケーオッケーオッケー、ですぐ上来ました。これで合ってるでしょ。あっつ、これここの一番左のバブル出したらいけないね、きっと。いや、そうじゃないとさ、あのバブルにやられるもん。でここで一番左早く行ってこのまま上に行けると、そういう感じだと思うんだよね。そしてここでボブへ壊れる感じでしょ。魚だ。バブル出していかなきゃいけないのかな。でバブルがあの綺麗に通り過ぎた後ちゃんと上に上がれっていう感じか。なんでここで一旦バブル避けるんでしょ、ですぐ上に行く、そういう感じで右に避ける。よし、オッケー。なんかハートのところ来たけど、何の意味もないんじゃないのこれ。なにここ、ライフアップ。多分ここでジャンプせないかんの場合、この四角のところで、そしたら右の土管に入れるっぽくない。じゃあここもうね、鍵取らないでいいと思う、やっぱり。で一旦オンしてこのまま左行くでしょ、でそのまんまここでジャンプすればいける。ジャンプしてそのまま上を進化かな。なるほど、そういう感じだね。そしてこの下の場所で避けておこうか、で右に行けると、そして土管に入れると、そういう感じだね。やっと来たよ、ここまで。なかなか難しい。なんでまたヒントなの。今度はどこに連れていくの。ちょっと待って、よく見してね。トゲソーを回転ジャンプで倒せっていう感じかな。そして右下のドアに入れみたいな。うわ、難しくない？ちょっと待ってね。ほっ、うわ、うまい。一発でこのまま右下に行けっていう感じ。これ難易度として相当難しくないかな、今の回転ジャンプで倒すやつも。うわ、ここは右。なるほど、ボブ兵が来る前に早く逃げろっていう感じか。そういうの得意なんだよな。でこのまま右に行ってボブ兵が往復変える感じでしょ。そして都会に入る。頼む、バネは来ないでね、早く。よし、来た。うわ、左っぽいな、今左に光り輝いてなかった。やっぱりそうじゃねえか。どんどんフィールバットハブあフィッシュ魚。ここなんだよな、ここでオンオフをして左に行けるっていう感じだね。さあ上に行ってなんか来そうだな、大丈夫。よっしゃ、中間ポイント2個目やった。さあなんか難しそうなステージ来ました。ここ下から行ってみる、下から走って行ってみようか。度数が襲ってくるより早く下、なんで下に降りないの。これやられない感じ。
ね。タマタマじゃないんだって。あ、石が来てる。ありがてえ、石早くこっち来て。ナイス救世主。あ、右行ける右行ける、やった。え、これ戻されたんじゃないの？え、戻されてるやつじゃんか。じゃあここは下は間違いであったっていうことだよね。なんで上のスネークブロックに乗っていけば。何これ、え、下で合ってたのかな。じゃあドッスンを一旦下にやってすぐ避ける。これでなんか変わる。今オンフ変わったね。なんか鍵になってるんじゃないかな今のが。でこの状態で右に行くみたいな。ほら来ました、この土管で。土管じゃね、ドアで合ってるね。さてここは、うわ、なるほど、タイミングゲーか。しっかり行きます。ちょっと待ってね。青、赤、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 青、青、なんとなくそうなると思ってたよ。みんな期待したでしょ、落ちれって。じゃあここ一番右の赤いところだったっけ。その赤いところで大ジャンプすれば間に合う感じでしょ。次ここ、よっしゃ。これなんだろう。これ左行ったらなんか変わるかな。ちょっと行ってみていい。ジャンプジャンプ、お、いいんじゃないの、ジャンプ。そこまでして落としたいか。次はもう速攻で右行くよ。ちょっと見ててね、右、ここで右ダッシュ。よっしゃ来ました。さあ次はどんな感じなんだろう。うわ、この音楽が死に耐久っぽいけど多分大丈夫だよね。オンオフして、今ブブー言われた。このまま下に行っていい、なんかそういう気がする。長年の感がそう言ってる。なんもねえじゃねえか。じゃあここ右でよかったっぽいね。この50コイン全部取っていこうか。無事2機アップぐらいしたね。でこのままスターを取る感じでしょ。それじゃあここオンオフしないで右の方にスターがあったね。それをきっちり取っていく。でこのまま急いで行くと見せかけて、このまま一旦戻ってみる。これが正解なんじゃないの。やべえ、いや今までトロールコースでさ、スター取って突っ走っていいことってないじゃん。あえて一旦止まる方が正解かなと思ったんですけど、まあそうじゃなかったね。裏の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 裏を書かれたね。じゃあここはスタートって走っていく感じから、こう、よしよしよし、でついていこう、ちゃんとついていくよ。そしていや、ここは多分早く走らなきゃいけないと思うんだよな。悔しい、こういうのが悔しいの。ここは2段目だったね。2段目が壊れるからそれを気をつけていこうか。くっ、早くスターが切れる、スターが切れる、まずスターが。ここ難しいんだって難易度的に。いや次こそ行くよ、ここ地味に難しいんだよな。くっ、早く間に合って、まだ間に合うよ、よいしょ。じゃあ次こそ行こう、今度こそ早く左走って、ここは、よしよし来た、これはもう完全に行けたでしょ。で上、そろそろゴールが来るんじゃないかな。またヒットかよ。じゃあどうするだろう、ここは。ちょっと待ってね、さっきの50コインのところだよね。そこをオンオフしないで右に行けばなんかあるって書いてるね。それじゃあここだよね、オンオフしないで右に行けばゴールな予感が全部するね。よっしゃ、うお、なんでジャンプしたの今。いや絶対合ってた、ジャンプしなかったらゴールだったよ今。いやなんかさ、危険を予知したらさ、ジャンプしてしまわない？マリオやってるとさ、このボブゾーなかなかやるよ。じゃあここは一旦右行ってもジャンプも何もしない、それでゴール、やった。無駄にジャンプしなかったら普通にゴールできたんだね、やっぱり。それじゃあどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ砲台というこのコース、詳しく見るを見てみてもですね、砲台が高く積み上げられてるだけなんですよ。あの砲台をどうやってかいくぐってゴールするのか。クリア率は 0.62%。 それじゃあサクッとクリアしていきますか。いやでも絶対難しいよね。どんな感じなんだろう。パウブロックが砲台から出てくる、そして10秒しかないのか。どういうことこれ、隠しブロックも何もないよね。いやよく見れ、何かが違うはず、どっかに何かあるのか。うわ、なんもないね。
うわ、どうするんだろう。あ、砲台の下がブロックになってる。多分あのブロックをパワーブロックで叩けば何か変わるっていう感じじゃないから、ちょっと見ててね。こう、うわ、あんま変わんねえじゃねえか。あのブロックなんかヒントになってると思うんだよね。じゃあちょっと体当たりしてみる。頼む、何か変わって。まずブロックに当たってね。それじゃあ次こそ行くよ。ブロックに当たるね。あ、パワーブロックが出てくるのか。じゃあこのブロックを叩いて砲台をどっかやれっていう感じだね。たださ、幅跳びで当たるじゃん。その後何もできないんだよね。パウの上に乗れっていう感じか。まずパウ持つでしょ。でパウを下にやる。うわ、むずっけ。ちょっとこれは厳しいぞ。なかなか難しいね。やっぱり体当たりしたところですぐ復帰できるかだよね。うわ、惜しい。今のね、絶対いけたと思ったのにな今。いや、くじけんでもう一回いくよ。僕一発マリオ結構やってるけど、こういうのマジで苦手なんだよな。空中で何かに乗る系、壁当てコーラジャンプとかあるじゃん。あの物持ち三段ジャンプみたいな、あんなんがマジで苦手なんだよね。いや、でも絶対攻略するよ。このコースクリアした時には物持ちマスターでしょ。来た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 、待って、時間がね、早く早く、やった。それじゃあご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。